クオン調とは日本語の共通語において一続きに発音されるまとまりの初等に来る上昇を言うイントネーションの一種である。日本語の共通語の単語は音の高さの急激な加工があるかないかあるとすれば位置がどこかが決まっている。実際にはこの加工に様々な要因が加わって具体的な音調ができる。その一つがクオン調である。 そばやという単語は次のように様々な音調で発音される。音の高さの上昇を加工、をで示す。これらに共通するのは必ず場の直後で加工することである。それに対し、上昇の位置は一続きに発音されるまとまりの最初の白と二番目の白の間である。外場の間に必ず来るわけではない。加工が単語ごとに定まっているのに対し、 上昇は区切りによって出現するのである。クオン調は多くの場合最初の白と2番目の白の間に現れる。だが、アクセントが勝の場合、そこには加工が来なければならないので、クオン調はその前に来る。また、2拍目が、ん、または、である場合も、クオン調はその前に来ることが多い。2拍目が、である場合、または無性化する場合は、クオン調はその後に来る。 赤い魚を食べる猫。図の読み方は、カテナの交参章。クオン調は区切りを示し、文の構造を伝える機能を果たしている。文字の上では、区別できない曖昧な文も、クオン調によって発音し分けることができる。例えば、赤い魚を食べる猫という名詞句は、二通りに、解釈できる。赤いのは魚であるという解釈と、赤いのは猫であるという解釈である。 赤いのは猫であるという意味の場合はの位置に区切りを置くことで次のように発音し分けることができる。赤いのは猫という解釈では赤いが近くにある魚をではなく遠くにある猫にかかるため赤いと魚をの間で区切る。そのため魚をに区音蝶が来るのである。日常会話では無意識に適切に区切っているが 文章を朗読する際には朗読者が読む文をきちんと理解していないと適切に区切ることができず、聞き手としては意味が取りにくくなることがある。ありがとうございます。